い、どうもこんにちは、 GSX28 ちゃんです。今回は Google さんの方から荷物が届いていたので開封したいと思います。ん？おお、中身はこんな感じになっていますね。なんか段ボール入ってるんだけど、あ、なにこれ、な、段ボール入ってる、なサイン的な。もう字が汚すぎてもはや全く読めません。え、まあ中身は YouTube の T シャツが入っていました。入ってない、注文したはずのものが入ってませんね。こちらは Google のボールペンですね。なんかジップロックに入ってますね。待ってください、僕 Google のステッカー注文した。あ、これか。あ、何これ、まさか段ボール入って、折れないために入ってるやつじゃないの。これは、え、そうだ、シール入ってないよね、折れたりしないよね。本当にこれシール、あー、シールだ、うっそ。はい、こちらが Google のシールですね。めっちゃでっかいです。僕の手がこれぐらいだとしたらこんなにでっかいですね。いやー、すごいですね。 Amazon と比べると梱包の仕方が全く違います。これ絶対シールだとは思いませんよ。色は黒を買いました。 Google シールは計13枚ついています。こちらの Google のボールペンは色の数は4種類ですね。この Google のロゴの色のカラーが入ってるのかと思ったらそうではないみたいで、もう黄色は入っていませんでした。 Google さんはね、こういうね、多分ね、こう楽しませる要素もね入っていたんじゃないかっていう。もうジップロックに入れたりとかね、そういう面白いこともしてくれるので、まあこれはこういうね、こう Amazon と比べるとちょっとまああれかもしれないのですが、こういう感じの梱包も面白いと思います。なのでぜひ皆さんもよければ Google の方で買い物してみてはいかがでしょうか。送料はね、結構やっぱ海外だから高くつきますけど、だいたいこれは4000円近くしましたね。商品自体の値段は1000円もしてないんです。確か600円ぐらいのと、これだって1000何本だったかな、よく覚えてないですけど、全部合わせてもだいたい2000円だとしても送料が高いので4000円ぐらい、4000円近くします。住所を書くときには全部ローマ字で書かないといけないので、そこのところは気をつけてください。はい、それでは、まあ、この周りを片付けたんですけど、こちらの YouTube T シャツの方を実際に開封していきたいと思います。あれ、これは比較的全部開けにくい、そうでもなかった。おー、こんな感じになっていますね。 YouTube 全部広げてみるとこんな感じでした。ちょっとね、大きさが伝わらないと思うんですけど、 iPhone の大きさがこれだとするとこんな感じになってますね。 iPad で比べるとこんな感じで、 iPhone で比べるとこんな感じですね。タグはこのようになっております。タグに日本語が入っていました。環境のため洗濯機の節水節電を心がけましょうという日本語の表記もあります。オーガニックコットンとカタカナでも書いてますね。日本への発送も行ってるからですね。裏面のタグはこのようになっています。はい、次はこちらの Google のボールペンを開封していきたいと思いますね。あー、これも開けやすい。あ、でもこれ好きだわ、開けやすい。ここに Google さんのロゴが入っています。色は黒と赤と青と緑があります。この色にやってるわけでは多分ないと思いますね。黄色がないから多分そういうわけではないと思います。